なるほど。話は大体飲み込めましたぞ。ああ、今ならラルガンめの気持ちが少しわかる気がしますな。俺が思うに、あの化け物どものことに関しちゃ意図的なもんじゃねえと思うぜ。きっとあそこで行われてる研究ってのを持て余してるんだぜ、あいつら。では処理しきれなくなった怪物たちがあの研究施設を中心に流出しておると？まず間違いねえだろう。根拠はありますかな？例のアーリマンとかいうガキ二人と接してみて感じたことさ。あいつらの不安定さ、確実に思い通りにはいってねえよ。なるほど。そんなもんに同情してくたばっちまうバカもいると思うと、なんか情けなくなってくるぜ。うん、アーク君については残念なことになったでありますな。はっ、挙句そのまま見逃してやらってなこと言ってんだから、お人よしがすぎるわ。たくよ。しかしアーク君は世界の原理作用を担う要素として誕生した光の巫女、それがかくも簡単に命を落とすとは、協調でなければよいのでありますが。そういう言い方やめてくれよ。あいつだって人の子なんだ。当然こういう日も来る。んなことよりどうすんだ。あちらさんの切り札が一つ欠けた今、次に打ってくる手っていうのも容易に想像できる。確かに。その前に何とか手段を講じねばなりませんな。どれ、参りますかな。参るって、は？今まで以上に無茶な手を打たれんうちに、ヘスメに研究を中止させるのでありますぞ。大々的に怪物どもが戦線に導入されてからでは遅いでありますからな。ちょ、もしかして一緒に来る気かよ。当然、ヘスメを説得できるのは我が輩だけでありますからな。おいおい、じいさんのお守りなんざ聞いてねえぜ。今耳に入ったから問題ないでありますな。さ、参りますぞ。やれやれ、言い出したら聞かねえやつばっかだな。ったく、どいつもこいつも。こっちだ。ん？気づかれたか。誰に？ん？こそこそ人の後つけて、一体何のつもりだい、おっさん。あ、いやその、わしで何か力になれんかのう、とか思っての。ほう、前に頼んだときゃ、個人契約のブートハウンドに力は貸せん、とか言っといてか？
細かいことは一個なしだと思うな、ケイン君。どうする？我が輩は別に。彼が例の方であるなら、心強い助っ人になってくれるでありましょうからな。ま、ギャラさえ折半でよろしければ。じゃあ、決まったの。何が決まっただよ。ったく、俺の周りってこんなやつばっかりかよ。ご苦労が絶えませんね。ああ、ったく。って？お前、いつの間に？あら、つい先ほどですわ。今そこを通りかかったら、お声がしたものですから。それで、何か用か？いえ、別にこれといって。なんだか楽しそうだったので、私もお付き合いしようかなと思いまして。で、どちらへお出かけになられるのですか？はあ？どこ行くかも知らないでついてこようとしてたのか？もしかして。はい。はあ、長生きするぜ。占いとかでもよくそう言われます。やれやれ。あ、置いてかないでくださいよ。
静かに歩けよ。あいつ前に取り逃したやつじゃな。なんだ？こっちのことが見えておらんようだが。あ、寝てるんじゃありません？目開けたまま立って寝てるやつがいるか！私、時々そんな時あるんですけど。うん？で、どうするね？我が輩が分析するに、むやみに刺激はせんことですな。分析も何も、ちょっと考えりゃわかるってそんなの！ケインさん？もう少しお魚とか食べた方がよろしいのでは？なんでだよ！だってさっきから怒鳴ってばっかりですから。イライラの原因は食生活にあるんですよ。大きなお世話だ！来ますぞ！なんだ？前に一戦交えた時とは大違いの気迫ですが、我が輩が分析するにそれを制御できてはおらん様子でありますぞ。だからそんなの見りゃわかるってばよ。いろいろ面倒じゃが、あいつをなんとかせんと中には入れてもらえんみたいだの。まったく、あのバカ弟子めが。
厄介なものを作ってくれたもんでありますな。俺がお払い箱だと？ふざけるな。俺は出来損ないなんかじゃない。なんだこいつ、何ブツブツ言ってんだ。バカにするな、バカにするな。なんだよあいつは。ずっとわしらのことなど眼中にはなかったようだが。何か考え事でもしてらしたのでは。私もそういうこと時々ありますよ。上の空で歩いてて転んでしまったりとかね。まったくヘスのやつも業の深いものを。ああいうものが生まれた責任は我が輩にもあるのかもしれませんな。ここで嘆いてても仕方ねえよ。行こうぜ。道も空いたことだしな。うん、そうでありますな。アーク君のためにも。あの、もうちょっとぐらい人の話聞いてくれてもいいと思うんですけど。Thank you.
へすよ。久しぶりでありますな。これはカー先生。そちらこそお元気そうで何より。道中さぞ骨が折れたことでしょうね。おかげさまでな。見たところ、ずいぶん無茶をやっておるようでありますな。何をもってそうおっしゃるのです。貴様は情などには疎い男ではありましたが、少なくとも人殺しではありませんでしたがな。そういう意味ですか。意外ですね、先生がそんな風におっしゃるとは。お年を召された証拠ですかな。貴様が何様になったつもりかは知らんでありますが。文をわきまえろ、ですか。まるでロータスのご老人方のようなことを。本当にどうなされたのです。現場を離れすぎましたかな。例の怪物どものサンプルをいくつか調べてみたでありますが、あれは一体何なのでありますかな。あれは根本的に異質な技術体系の産物。そんなものをどうやって身につけたのでありますか。私が天才だから。では答えになりませんか。ダメなようですね。いいでしょう、答えましょう。あの技術は遠因子覚醒理論に基づくものです。遠因子覚醒？なんだそりゃ。きっとあれですわ。鹿の口って臭いじゃありませんか。だから。だから？だから、口が臭いから、さあ、なんでしょう。へへ。へへってな。お前もうちょっと考えてから喋った方がいいと思うぜ。よくお師匠様からも言われました。そろそろよろしいですかな。あらゆる生命のうちに眠る表面上は機能しない眠ったままの因子。それを覚醒させることで超越的な力を引き出す。簡単に説明するとこんなところです。そいつはもう分かっとることであります。問題はその出どころでありますぞ。実のところ私もよくは知らないのですよ。何ですと？ある時から私に手紙が来るようになったのです。ゲノムの蛇という差出人からね。ゲノムの蛇ですと？その手紙にあった技術理論をもとに研究を重ねた結果があの怪物どもでありアーリマンたちなのです。いや、実に素晴らしい。これは私の生涯をかけるべき研究課題ですよ。ゲノムの蛇でありますか。その差出人も洒落た名を名乗ったもんでありますな。ゲノムとは種の根源、蛇とは罪。ゲノムの蛇、すなわち現在。今ので分かったか。はあ、なんとなく。まさに貴様はゲノムの蛇に見入られたと。ならばこそ行き着くところまで行きたいと思うのですよ。豪華に身をくべることとなってもでありますかな。それこそ本懐。エス、何を。これは私を真理へと誘う導きの光。
母先生、お別れです。もう二度とお会いすることもないでしょうね。ヘス、消えちまった。研究者の主君をというやつですかな。結局止めるどころか我が輩には何も言えませんでしたな。心中察するものはあります。ですが先生、残酷なことを言うようですが、もし次あのお弟子殿が我々の前に立ちはだかったときは、分かってますな。きっとそれには及ばないでありますぞ。どういう意味だよ。それはヘス自身も分かっておることでありましょう。主君をと一言で言うが、命とはかくも軽いものなのか。何度繰り返せば気が済むのだ。何度繰り返せば。